JC ボイツェックヨハンクリスティアンボイツェックは、ゲオルク・ビューヒナーの戯曲、ボイツェックのモデルとして知られる人物。下級軍人であった、彼は41歳の時、5歳年上の愛人を刺し殺し死刑判決を受けた。ボイツェックは、ライプツヒに生まれ育ち、8歳の時に母を、13歳の時に父を亡くした。彼は、カツラ職人のもとで、徒暴行をして暮らし、 1798年から各地を遍歴して様々な職業を経験した後、兵士に志願した。1807年に、ウィーンベルクという名の女性と知り合い、彼女との間に子供が一人できたが、入籍はしなかった。1818 18年にライプツヒに戻り、幼馴染みであったヨハンナ・ボーストと付き合うようになった。ボイチェックは彼女が、 他の兵士とも関係を持っていることで嫉妬し、しばしば彼女に暴力を振るっていた。1821年6月21日、ボイツェックは、ボーストと約束をしていたが、彼女はそこに現れず他の兵士に会いに行った。その晩ボイツェックは、担当で彼女を刺殺し、その晩のうちに逮捕された。事件は、地上のもつれによる、ありふれた殺人事件かと思われたが、 その後のボイツェックの言動から、犯行時に、精神異常に陥っていた疑いが持たれたため、精神科運転が行われることになった。医師であり、旧帝顧問官であったヨハン・クリスティアン・アウグースト、クラールスが数度の面談を行った後、ボイツェックの犯罪責任を問えると結論付けた、鑑定書を提出。これによって1822年2月22日に、ボイツェックに、 死刑判決が下された。しかしその後、ボイゼックは極者を訪れた、教会士に変な声を聞いた、幽霊が現れるのを感じたといったことを話し、また、ボイゼックを住まわせていた人物からも、彼の精神異常を思わせる言動があったという報告がなされるなどしたため、1822年11月10日に執行延期、クラールスによって、 再度の精神鑑定が行われることになった。二度目の鑑定は、詳細を極め、ボイゼックとの面談だけでなく、多数の証言を集めて、彼の経歴、生活状態、精神状態が調べ上げられた。クラールスは、この鑑定書において、以下のような、ボイゼックの精神以上の兆候を、多数認めながらも、最終的に彼の犯罪責任能力を認める、結論を下した。 ライプツヒの広場で行われた処刑の様子死刑執行は1824年8月27日に行われた。ライプツヒでは30年ぶりとなる公開処刑であったため処刑場には何千人もの人々が詰めかけた。これはライプツヒで行われた最後の公開処刑となった。ありがとうございます。